不思議の町の湯屋の経営者湯婆婆。千尋の両親を豚にした張本人ですが、決して悪役ではありません。この重要なキャラクターを担当したのは夏木マリさん。湯婆婆は強欲で口やかましく冷酷な魔女ですが、反面自分の子供には甘く人間的な面も兼ね備えています。はい、すいません湯婆婆さん、はい、情け無慈悲なあの魔女かもしれないけれども、うん、気に入ったんだけど使い物がないから捨てちゃうんですよね、うん、だそういうのがちょっとどっかに感じられると、うん、なんかあんまり難しく考えなくていいんですけども、はい、あの決断も早い人なんですけどね、でもちょっと要するに複雑なはずなんですよね、はい、そこら辺があのちょっと引っ込まれてるといいので、はい、わかりました、なんて分かりましたって言ってはい、了解しましたが、どうやっていいのか僕よく分かんないんですけど、はい、よろしく。みんなはどき、お客様とって許せるしゃ。監督の指示が夏木さんの役者魂に火をつける。はいはいダメかしどうしたらいいんだろう。そして夏木さんのテンションもどんどん上がり、より湯婆婆という魔女が際立ってきました。これが OK テイクに、はい、この声をヘッドホンで聞いていたミキサーさんは難聴になったらしいですけどミキサーが大丈夫。夏木さんの雄たけびにひっくり返りそうになっていたのは千と千尋の声音を担当する井上さん。井上さんとジブリスタッフがはるばるやってきたのは草津温泉。アニメの音は声優さんの声だけではなく効果音も必要、そのための音の採集に来たのです。今回の映画はお湯屋が舞台。大量のお湯が流れ落ちるお風呂場の音、湯畑に理想の音がありました。井上さんの本業はスタジオでの音のミキシングですが、本来の効果音を担当するスタッフが制作の遅れからスタジオを離れられず、急遽井上さんが出動することになったのです。お風呂の中ではお湯の流れる音以外にもたくさんの音が聞こえてくるはずです。どんな音が必要だと思いますか？以外の効果音も必要です。旅館に協力をお願いして厨房に入れてもらい、調理の音を録音させてもらいました。宴会の配膳の音、食器の音、片付けの音、考えられるありとあらゆる音を録音していきます。千尋一家の乗る車の音も同じ車種を用意して車のテストコースを借りて録音。映画の冒頭のデコボコ道は実はこんな風に撮りました。スタジオでは細かい動き一つ一つに合わせて音がつけられていきます。野口さんはアニメーションの音をつけてこの道20年の大ベテラン。専門の音職人の技が次々と披露されていきます。ついてるんだこれ。さまざまな足音に対応する靴の山、野口さんは左右別の靴を履きました。これは足音を際立たせるための裏技。実は野口さん、この日は一人で千尋と白と凛とお父さんとお母さんとそれから神様に従業員たち、いろんな人の足音をこなしてました。アニメーション映画は絵の連続、当然音はありません。こうして一から音をつけていく気の遠くなる作業のおかげで映画はどんどん奥行きが出てくるのです。さてアフレコもいよいよ佳境。宮崎監督、なぜ踊る？湯婆婆の部下で湯屋の従業員を取り仕切る中間管理職的存在、兄役。中間管理職といえば今や課長をやらせたら日本一のこの人、小野武彦さん。監督、突然前に出てきましたが一体何を？さてもこのように極まれる
お大臣様のおなりだよ。そうです、おねだり。おねだり。実はこの歌、宮崎監督自ら作った曲なので、思い入れも格別。宴会芸みたいなもんで、あの彼長自ら出てきて、はい、同居をやってるんですよ。はい、でもこの世に極まる。そうでもこの世に極まる。お大臣様のおなりだよ。それおねだり。おねだり。いらっしゃいませ。私たちの姿を見るように。それさてもこの世に極まれる。お大臣。様のおなりだよ。それお、いらっしゃいませ。それおねだり、おねだり、おねだり、あ、おねだり、あ、それ、あ、それ、あ、おねだりだ。いいと思います。はい、外もいいと思います。わかりました。とんでもないことをお願いした。都内にあるコンサートホール、千と千尋の神隠しの音楽録音はここを借り切って行われました。作曲はもちろんこの人、久石譲さん。宮崎作品の音楽は風の谷のナウシカから全て久石さんが担当しています。久石さんの響きへのこだわりがコンサートホールに60本ものマイクを立てての録音になったのです。ずっとスタジオに缶詰だった監督、この日は久々にジブリ以外のところへの外出でした。6月いよいよアフレコも大詰めです。出会った時から千尋をかばい励ます謎の美少年ハクには入野美優くん。水がない。そして迎えた録音最終日、大切なシーンが多かったこの二人、いよいよ最後のシーンが終わりました。これでセリフの録音は全て終了。二人ともお疲れ様でした。そしてこれからセリフ、効果音、音楽を合わせ映画は完成に向かいます。ありがとうございました。